ライブパートに出る時に直しました。すごかったんですよ、もうメイクも。まあ、想像してたよりは結構普段の自分のメイクに近いものだったけど、でもアイシャドウとかすごい黄色とオレンジとかそういう感じ、ちょっとみんなには理解しがたいことかもしれないけど、 目とかに本当は口に塗るリップ、なんかうるうるするやつがあるんですよそれはわかる？バカにしすぎ？それあるんだけど、それを本番直前にここに塗ってうるうる感を出すという、すごい高度なことをされてました。女の子は分かると思うけど、男の子たちはあんまりね、口に塗るグロスとかまあお詳しくないでしょ。バカにしないでーってきた。知ってた？ごめんね分かんないかなと思っちゃったの。春らしい服だった。そうだね、私が着てたのはもう完全に春だよね、あれはね。隠してつけてる？今つけてないよ。もう今日はもう全部全てがもう初めてのことばかりで、緊張はね全然しなかったんだけど、ただずっとこれももちゃんとかゆいゆいひーちゃんがいなかったら結構すごいズーンって気持ちになってただろうなってぐらい今まではさ、なんか出させてもらう時とかもうグループで別で楽屋とかあって、もう全然外部の方とはそう準備してる時もあんま触れ合わないっていうか、そうすれ違ったりもそんなしなかったから今までは。でも今日みたいな出演者の方がたくさんいるところとかって、もうすぐ後ろとかに他のブランドのお洋服を着るモデルさんとかがいらっしゃったり、みんな準備でこう行き交っているから、そうだからすっごいもうどこ見ても美しいと可愛いに溢れていて、それは出演者だけじゃなくて誘導してくれるスタッフさんとか、そのブランドを担当されてる方だったり、メイクさんもそうだし、もう全部全ての人がもうおしゃれっていう感じで、っていう感じじゃなくておしゃれなのよ、ほんとびっくりするぐらい。なんかずっともうなんかうーっていう感じになる。そう、表のあのステージだけじゃないのよ、裏もずっとみんなきらびやかな世界だから、でもきらびやかで華やかな。もちろんもうすごいいい経験になったし、私も一生出られないと思ってたから、そんなところが似合うような女ではないので、本当にだからこの間のこのエイトのコンサートでああいうねチャンスもらってなかったら絶対あんな美の頂点に立っているような人たちと一緒にね、お隣並ばせてもらって立てるような似合うやつじゃないから、本当にいや貴重な経験をさせていただきました。うん、そう今日ね自分でもあの持ち替え使い切れないほどなんかたくさんなんかいろいろコスメとかスキンケアの何かとかいただいちゃって、
もう本当に反省した昨日とかも本当食べない食べない、明日結構体のラインが出る、まずい、うわーって思ってたんだけど、もう昨日もすごい大変な一日で、M ステが終わってからもう帰ってきたんだけど、明日超朝早いし、だからもう食べないでおこうと思ったんだけど、でもやっぱりもう体がね、いや食べないとやばいっていう状態になって、多分普通にもう食べたからすごい罪悪感がすごくて、食べても変わらない。そうなんだよね、1食分食べたからってそんな別に大差ないんですけど、気持ちの問題、気持ちの問題最近疲れてませんか？疲れてないけどもね、眠い、すごく。あ、今日は久しぶりに普通に睡眠取れる。今日の夜ご飯は何でしょう？さあ、どうでもいい時間が始まりましたよ私が今日夜ご飯どこで何を食べてきたかっていう、この中でも2割ぐらいの人しか、いや2割もいないかもしれない、誰も興味がない。ご飯なんでしょうタイム。意外と出てこないんだよね、今目を見てるけど出てこない。あ、出始めたか。今一番興味あります。え、どんなことよりも。あー、出たわ、出ましたわ。正解はドゥルル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 ル弥生軒食べました。弥生軒はじゃないけど弥生軒で食べてきました、はい、私今日思ったんだけど、弥生軒のお水が好きだね。定食美味しいよね外れた、落ち込まないで、また今度やるから、夜ご飯クイズ。なんかいろんなお店でお水出されるけどさ、お水だけって時がまあ大体なんだけど、弥生軒のねお水はこう注ぐとね、ちっちゃい氷もたくさん入ってくるからね飲む時にそう氷が一緒に飲めて、なんかいいなと思ったんだよね今日。え、分かってくれるの？え、待って、これ分かってくれたのすっごい嬉しいんだけど。そう、他なんかファミレスとか行くと、まあ、大体最近セルフサービスで自分でやるんだけど、さ、あの大きい氷をさすくってこう立って長いコップに入れてやるじゃない。でさ、飲んでもさ氷が大きいからさ、水だけ飲んでめっちゃ氷が大きい氷が余るみたいなことが多いのよ。でも弥生軒のコップのサイズとあの氷の小さ、なんか全てがいいの、割合が全部同じスピードで全部なくなる。で、程よいあの大きさの氷が一緒に
飲めるっていう。今日あ予約券いいなってそこ書いてメニュー褒めろやーって。そうそうそう、シャリシャリ、ね、よくない？なんか自分の家でもああいう氷作れるようになりたいなと思った。そうそう、バランスいいよね。唐揚げ定食しか食べたことない。逆に私唐揚げ定食食べたことあったかな。唐揚げを 2個だけ頼むみたいなことあったような気がするけど。てか今度唐揚げ定食で食べてみようかな。あれ食べたことあったっけ。私いつもさ、あの900円くらいのさステーキのやつ、和風のソースがついてくるやつとか、あれを食べてるんだよね。味噌汁はアサリが好きなの。今んとこ私のアサリ汁のねトップ2はね、弥生軒と吉野家です。生姜焼き定食は多分食べたことないや。てかご飯の話しないでさ、キスバイエイトとかさ、M ステとか、柄の話しろやって感じだよね。すいません、ちょっと今ご飯食べたばっかだからご飯の話したくなっちゃった。アサリジュラ、かっぱ寿司も好き。そうなの？でもお寿司屋さんのアサリジュとか美味しいよね。わかるわかる。いやでもやっぱ舞台の方はそのあんまね話すとあのネタバレになってしまう。まあでも今日も夜の時聞いたんですけど、結構もう2回目見てくださってる方たくさんいらっしゃって、いやでも本当にさ、ゴールデンウィーク終わってすぐでさ、絶対もうお休みとか取りにくいところだろうに、本当にあんなにたくさん来てくださって、今日はね土日でお休みな方多いと思うけど、平日とかもねたくさん来てくださってて、なんかすごいありがとうと、なんでかわかんないけどすいませんっていう気持ちになっちゃった。私はキスバイエットはまあでも日替わりで、あのすごいめちゃめちゃ出てるかって言ったら全然そんな出てないんですけど、私はでも初めて、前回もゲストで1回だけだったのでワンシーンだけ。おもろいですよ私は昨日の初日に、はい、出させていただきました。今日もガラワから帰ってきて、あの途中から袖から今日うーんって見てました用意しながら。昨日の M ステは本当に間に合うかどうかも全ての人がヒヤヒヤしてて、いやだって乗せたいなと思ってるんだけど、あのスタッフさんから送られてくるなんかメール、一日のスケジュールのメールが、メールの文章から焦りが感じられてた。超超超速でみたいな感じでいつも何時に出発みたいな風にメールの文で書かれてるんだけど、舞台がまあ何時何分に、初日だったから本当に本番どれぐらいで終わるか分かんなくて、まあ、何時何分に終わる想定で、どれ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 何時何分に超超超超超すくれみたいな、私たちもうおーって感じだった。そうねえ、セットリストも毎日全公演違うのでリハーサルがとっても大変ですね。クレニアンと会ってる？うん、私は会ってないな。でもツイッターかな、クレニアンのなんか何か最近の写真見たけど変わらないけど、でも可愛さだ、もう可愛さがすごいどん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 増していて、かわいいちょうちゃん。
でも勝手な想像だけど、きっと変わってないんだろうなっていうあの可愛さがね、ちょうちゃんのいいところの、なんかふんわりした感じの。あ、ミッチーはね、なんか昨日雨降ってたじゃない、夜わーってザーって降ってたじゃない、で私たちもやばいって、行かなくてはって感じで、私途中でミッチーに遭遇した。でめっちゃ雨降ってて私は傘出すのもちょっと、もう傘出してる暇あったら走れって感じで走ってて、そしたらちょうど信号のところで、あって降ってるなって、傘なく、私その時なくて、そしたらミッチーが傘の中入れてくれた。すごいところでミッチーに出くわしました。おいしいよいきなりビタミン補給しだす。チョコラ BB、 酸っぱくはないかな。明日のために基礎良かった。なんか私は今回やるので初めて聞いたんだけど、キスつながり、キス縛りっていうのか、明日のためにキスはもう一度しよう、ふぅイエーイ、 I will kiss you again、 ウォーウォーウォーイエーイ、 Oh for tomorrow。 かなりテンション高めの、あ、てかこれ撮影タイムだからさ、みんな持ってるか。え、ちょっと待って、あのそんなことねえよと思ったら、あの画面越しでぶん殴ってもらっていいんですけど、ちょっと今回の I will kiss you again はちょっと上手じゃねって思った。自分がほんと、もうちょっとだけ思った。別にそ勘違いすんじゃねえよこの女って思ったら、ちょっと画面越しでこうちょっとお気に入りちゃんと I will you kiss again って言わないで、ちょっとそれっぽく、英語全然喋れないんですけど、ちょっとなんか英語上手な人みたいな雰囲気出して歌勘違い女と思ったら、もうはい、もう全然受け止めますI will kiss again。 ほら、ちょっと英語上手そうじゃない上手そう英語全然できない。ちょっと今日はそれが楽しかったいや、そう、気に入ってるのよ。久しぶりにちょっと言うけど、フーメラアルケミストもちょっとね、お気に入りです。最近やってないけど、いや待って、その指摘は、待って、書いてるのはあの秋元さんだから秋元さんが言ってるから、そこはね。そうねえ、
へうなずいてそう今日の日よりも愛し合えるようにちちちち楽しかったなこれ。アスファルトの上二人の影が一つになった時今日ね本番始まるその私たちが出るライブまでは私たちは楽屋で待機してたから明日のためにキスをひだやとあのももちゃんとお代理はねあのその本編に出ているから私たちは今日は星チームなのでずっとロック調に明日のためにキスを歌うっていうでふざけて楽しんでました。すごいもうなんかのけぞってもう一度しようって言ってた楽しかったルクノールひだや面白いひだやはずっと面白い。あのそこでもずっと言ってたから I will kiss again イエーイ本番もそれやればよかったな。あ、おばあちゃん本番はおとなしめです。面白い。そうありがとう今日もテンション高いなそうだね。明日は星や星チームが明日は担当の上明日私出ます。日曜日ですね。またそうやって適当なことを言って今日はね、でもこれでも今日すっごい早いくらい嬉しい。でも今日は確実に早く寝ますよ。久しぶりこんな早く寝てるの。舞台は配信しないですか？ね待ってあったでもねその日私出てない気がしたな。後半の方だった気がする確かね配信あったな。ごめんでそう私の時じゃなかったのよ確かマリアの時だった気がするな。そうだからちょっとね会場来れない人はちょっと見れないかもなんですけれど演技のそうところね。毎日はそうないのよ。ありがとう。
まだ来てるからね。近所にさ、すごい、私はちょっと知らなかったんだけど、めっちゃ高級？有名？なんだろう、知る人と知るなのかな。でもすっごい調べてみたら星めっちゃついて高いっていうか、評価の高い、なんかすごいすごい人がやってる中華屋さんみたいなのがあって、すごい高級な中華屋さんがあって、窓開けてると、まあ今この時間さすがにあれなんだけど、なんかいい匂いするなって、確かに今までも時々思ったことあったんだけど、それの匂いだったっていう、すごい幸せ。わかんない、なんかよ、そう、詳しくはわからないんだけど、わかんない、何の中華の何の匂いなんだろう。中華料理の調味料の名前って結構難しいよね。シャンファンみたいな持ってるけど覚えらんない、一個も覚えらんない、中華の調味料えって言われた、わかんない、覚えられない、シャンファンわからん持ってるんだけど、あのビジュアルで覚えてるから、いつもスーパーで買うとき名前で覚えてないから、そうはんはんそうそう、中華料理だけはちょっとアバウトなので、窓開けててそれを思い出した、そういえば。え、好きだよ中華、でも覚えらんない。うん、雰囲気雰囲気、全部目分量。感じだからじゃあ、そうそうだと思う。知ってる感じでもそれらが組み合わさったことによってどういう読み方をするのかっていうのがちょっと分からなくてですね。さあ、そういうとこおろそかにしてたらここまで来てしまいました。寝ます何の間寝たいと思います。みんな、今日もありがとう。私は寝ようと思います。今日は、ね、あの、カルアバの方にも来てくださった方いらっしゃい、本当ありがとうございます。でもちょっとやっぱり、本当初めてなものでして、全然慣れてなくって、ウォーキングの時、光が強すぎて、あの帰る時は見えたんだけど、行きは本当に何も見えなくて、なんなら自分が立つポジ、あの立つ位置も見えなくて、ずっとね下もなんかこうやって見えないから、この視界に入ってる、おそらくここら辺にあるだろうなみたいな、そのなんか探り探りで、もうでもね、真っ白なの全部、わーってライトが全部うーんってなるから、そう、帰りそれでライトから自分が外れた時にやっと客席の、そう、みんなのお顔がやっと見れて、ニュアンスが
最近そうですね。ね、ほんと。でもなんか本当にああいう場慣れてなかったから、冷たい視線を浴びるのかとずっと思ってたんだけど、でも全然そんなことなくて、本当絶対私知られてないだろうなって、全然絶対私のこと知らないだろうなっていう女の子とかもすごい「あー」ってお手手振ってくれて、すごい温かい気持ちになったっていうか、嬉しいなと思って。すごい救われました、本当に優しさに。うん、ありがとう、嬉しい、本当にそんなこと言ってくれて。うん、あ、欲しい、ありがとう。じゃあ私は寝たいと思いますね。会場来てくださった皆さんもありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい、バイバイ。会える方はまた明日。バイバーイ、おやすみー。